はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。郁夫様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。男女共同参画事業のイベントなどがひどいっていう、カイランキさんって方ですね、調べてくれた。男女共同参画事業イベント一覧、ヨガ講座、タップダンス教室、ピラティス教室、フラメンコ教室、骨盤体操、お菓子教室、トゥワイスのサビだけ踊る会、イクメン写真コンテスト、ゴスペル教室、スッキリ気候教室、ゆったりハワイアンフラ、リンパマッサージ、アンニョンハセヨ韓国語講座、初めて学ぶ韓国朝鮮語入門クラス、ゆっくり進める韓国朝鮮語初級初中級クラス、優しい実践英会話、もっと弾きたいアフリカの民族楽器カリンバ講座、お気軽ヒップホップダンス講座、プロから学ぶ何コーヒー入れ方講座、薬膳ハーブティー講座、などなど、カレーとかですね、アロマセラピーとか、ハルモニ一人芝居、82年生まれキム・ジョン、上映会、なんだこれって感じなんですけど、ネットの話、こんなのに10兆円全部自腹でやれや、利権の化け物、なんでこんなにやりたい放題なんだ、金出す役所もグル、こんなんで経済成長するわけないって、テレビと新聞が騒がない予算は全部パヨの食い物になってる、変な法人や団体が寄ってたかって食い物に、税金にたかるための事業、こりゃ増税いらんな、役所のずさんな審査が問題だな、なんで女性が輝ける社会に韓国語講座とか必要なんだろうな、何の役にも立ってないですよね。骨盤体操とか、もっと弾きたいアフリカ民族楽器講座、なんだそれって話なんですけど、実は県や市区の職員のための天下り先はあります。実は、議員の時にですね、あこれはって思えるような団体や組織にですね、事業委託を何度も目にしました。まあ、ここは天下りだろうな。辞めた人間やってんだろうな。役所の審査が甘いのは、こういう理由です。この講座、やってる協会とか団体にも、甘下ってんだろうな。男女共同参画予算、全部いりませんね。全部削って、これ全部防衛予算にすれば、防衛費3倍になりますね。増税しないですんでね。昭和の高度経済成長は、こんな事業なしで成し遂げました。実は、男女共同参画事業って、男女雇用機会均等法に基づいてやってるんですけど、この法律ができた途端にですね、高度経済成長が終了いたしました。これのせいだろ、全く。バカ総理はですね、増税する前に、こういう怪しい予算を削ってからにしろ、バカ総理。そのバカ総理なんですけれども、12月20日、今日ですね、自民党役員会で、この難局を乗り越えていきたい。なんて喋りまして、ネットの話、難局が何か言ってる。お前が難局。お前が難局作ったんだろう。殴りたい、この笑顔。すき焼きでにっこりしてたのはどうした？乗り越えなくていいから辞任して。バカが総理という難局。勝手に難局作って乗り越えたいとは一体。難局1号。またね、おっさんはすぐボケたがっからね、ダジャレ言いたがっからね。お前が南極って意見多数でした。南極ってどの南極だ。コロナを5類にしろって圧力なのか、国民からの。統一絡みか、増税か。まあ、いっぱいあるが、全部自業自得では。すき焼き食いながらですね、皆さんのおかげで無事、年を越せそうだって言ってなかったっけ？無事じゃなかったの？またそういう意味で言ったのではないって、果て山みたいなことを言い出すのかな。産経新聞調査、増税に関して説明不十分が 87.1% だった。12月19日、官房長官記者会見、増税目的や内容を
丁寧に説明するよう努める。まあ気にしてんですね、これ。9割近くが説明不十分。説明してから決めんかい。今の内閣は民意無視の卑怯者のイメージ。丁寧に説明すれば何でもしていいわけじゃないぞ。免罪符みたいに使ってんじゃねえよ。無駄な予算を丁寧に見直してから出直してこい。決まったことに従えと丁寧に説明。丁寧な説明すれば何でもやっていって勘違いしてないかな。いかんみたく便利に使ってないか。どんな説明されても増税はダメ。それよか男女共同参画予算。ログでもねえ講座や教室に使われてる。それ削れ。法的根拠皆無の外国人生活保護も廃止しろ。つうかですね、防衛強化しつつ減税しろ。実質税負担率 48.1% は若者にきつすぎる。こっからこれから結婚しようっていう若者にきつすぎる。まあおっさん世代にもきついんですけど、若者に特にきつすぎる。こんなんじゃ希望を持って結婚しなさい、子供を作りなさいっておっさんたちが言えません。それに丁寧に説明されても納得できたことなど一度もないっしょ。丁寧な説明したから何だってんだって話ね。日本人の敵、朝日新聞調査、反撃能力獲得に賛成 56%、 反対 38%。 あれ、どちらでもない、わからないが 6% で少なすぎない？疑惑は深まったな。これ反対 38% もいなくない？疑惑。ネットの話、パヨ発狂のお知らせ、朝日ですらごまかせないレベル。でも増税は嫌だ。朝日ですら6割。専守防衛なんて不可能だとみんな知ってるから。今まで散々中朝に挑発されてるからみんなブチギレてんだよ。侵略されないために軍備頑張る。この当然が過半数超えて何よりであります。この結果にはパヨもがっかりしてるようで、ストレスで、免疫落ちるといいなぁ。12月15日、国会前で総がかりがですね、反撃能力、反対集会やったそうです。主催者発表で数百人集まったみたいですけど、文と高田健は人数にがっかりだったようで盛り上がらない。初めての経験だ。実数は一体何人だったんでしょうね。まあ、10倍盛りがデフォルトですから、数十人ってどこかな。球場を守りたい人が圧倒的に多かったのに、今回は防衛費増に半数以上が賛成してる。これ朝日の調査がショックだったのかな。2015年の安保法制反対の時はもっと集まったのに。高田は総がかり仕切り、国葬反対訴訟をして、外国人記者にですね、反対はなんで年寄りばっかなのって聞かれて生き恥かいた人であります。こういうのは忖度なく報道するブルームバーグ、外国メディアはパヨの敵だなっていうか、真実が敵なんですけどね。ネットの話、高齢者にこの寒さは答えるだろう。コロナがまた増えてきているらしいから、お年寄りは気をつけて。救助を守りたい人が圧倒的に多かったってどこの国で。戦争したくないから軍備増強進んだらな。増税反対ならもっと集まったんじゃね。70代にはこの寒さが答えますな。高田健って78歳じゃなかったっけかな。別の高田 X 77歳がいるか。自分で自分の年忘れちまったのかな。防衛妨害、外観誘致活動が盛り上がらないようで何よりであります。軍備増強で戦争になるっていうのに騙される人がだいぶ減ったってことですね。辛い寒い現実を噛みしめる。同情しねえからさ。韓国政府、憲法上北朝鮮は我が国領土なので、攻撃する際には我が国の許可がいる。日米政府、何言ってんだバカ。ということで全否定。ネットの話、頭悪すぎて草。その頭生きてて辛くないか。はしご外されてんぞ。いや用事ないんで。反撃に許可などいらん。お前らの領土ってなら監督してミサイル撃たせんねん。無価値な自分らを認められないんだな。黙れ竹島侵略中の敵国が。何言ってんの。日本が反撃する場合に韓国の許可なんか
一括有事の際の軍事指揮権もない米国の属領が何を偉そうに言ってんだろうね。独立国じゃねえがんね、はっきり言ってあんたんとこ。どこの世界に軍事指揮権がねえ独立国あんだって話ですよね。自分らが無価値すぎて、なんとか虚勢張ろうとしてんのかな、頑張ってんのかな。実力伴わない虚勢はバカにされるだから、バカ政府ね。それに日本がミサイル撃たれて反撃するって時に、韓国政府も存在してないしよ。韓国をまず攻めんじゃない、ソウルを。んで余力があったら日本にもっていうことだから、もうないんじゃない韓国政府許可を得ようにも。ブン・ザイトラなんていう北のスパイを大統領にしちゃってさ、お前らこそ北に支配されてんじゃないか、って思うんですけどね。今日のほっこりニュース、兵庫県尼崎市、47歳女、息子が暴れている、110番警官到着、女息子に何をする、警官の腹を殴り逮捕女警官が息子に高圧的で腹が立った、などとネットの話。さすが親子カエルの子はカエル、親子で頭おかしい。相手は暴れてんだから高圧的にもなるだろう。そうだよね、暴れてる人相手に警官が、もしもし言ってられっかって話だよね。息子関係なくて草、息子は親が暴力で解決する姿を見て育ったんだろう。頭おかしい親の息子が警察呼ぶほど暴れると、何でも暴力で解決する教育が行き届いてて何よりだな。優しい新聞本名載せず、七市報道なんで日本人じゃない可能性ありますね。どうせあれでしょう、どうせ。尼崎といえば角田事件、あれも謎でした。経験者は語る、拘置所で自殺は不可能です。紐引っ掛ける場所もないしね。とある外国で呪い人形が大流行をしているそうであります。近い国いいですね。職場に嫌な人がいるから買った。上の階の騒音がひどいので友達への贈り物で買った。友達にプレゼントされた、などなど。さすがね、77年前の、あることないことで未だにぐじ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 日本に行ってくるとこだな。ほのぼのするな。感情が喜怒哀楽じゃなくて妬み恨みそねみひがみですからね。内部でお互い呪い合って日本に及ばないならどんどんやってくれ。で、エネルギー消耗してくれって話ですね。北朝鮮、軍事衛星を打ち上げた。これがその画像。防衛省、Google Earthですね。これは情けない。原口、出番だな。Google Earthといえば、原口。下の名前は忘れました。光の戦士とも言われてますけど、笑っちゃうね、北朝鮮ね。こんなとこ、攻撃するまでもないんじゃないかみたいな、感じになってきましたけれども。というわけで、男女共同参画予算は、減らしましょう。なんか、あちこちあちこちで、パヨと外国人の食い物になってますからね。なんだ、韓国語講座って。それが男女共同参画事業って、どういうことだ。全然理解できません。メール当院さんも大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。